ガキどもだ。感心しないね、小娘。え？私のいない間に許可なくトナカイを誘惑かい。あら、男を口説くのに許可が必要なの？いや、いらないさ。持って行きたきゃ持って行きな。だがね、一筋縄じゃいかないよ。あいつは心に傷を持ってる。私でも治せない大きな傷さ。この世に生まれた瞬間に群れと親にも見放された。え、青っ鼻だったからさ。あいつはいつでも群れの最後は一人寂しく離れて歩いた。生まれたての子供がだよ。そしてある日、悪魔の実を食っちまって奴はいよいよ化け物扱い。トナカイたちはあいつを激しく追い立てた。もう完全に普通のトナカイじゃなくなってたのさ。それでも仲間が欲しかったんだね。今度は人として人里に降りた。おい、なんだあの生き物は。だがその姿もまだ完全な人型じゃない。どういうわけか青っぱなも変わらない。人、生き男だ。危ないぞ。子供たちは早く家の中へ。銃だ、銃を持ってこい。撃ち殺せ、化け物め。向こうへ行け。